それでは未来世紀のブレイクミッションにレディー。待って、コンフューズドミッションのアラートで未来世紀の説明が途中までだったでしょ。ガンダムファーまでは聞き取れたけど、そこで警報が鳴っちゃって。はいはい、ガンダムファイトだね。今回のブレイクミッションはなんとその決勝大会なんだよ。やっぱりここは小隊長さんにもガンダムタイプのモビルスーツで出撃してもらいたいね。私たちはいわば歴史の部外者だから、どのモビルスーツでも大丈夫だよ。本来はガンダムじゃないと参加できないけどね。まあガンダムファイトっていうくらいだし。じゃなくてガンダムファイトって何？ゆる姉さんがガンダムファイト国際条約7か条を覚えてくれたところで、行こうか小隊長さん。コロニー国家間で戦争せずに派遣を決めるルール、今までと違って世界観が特殊すぎるけど、まずは飛び込んでみるしかなさそうね。ゆる姉さんの腹も決まったところで、今日のミッションは未来世紀詳細不明のヒストリーブレイク。それではガンダムファイトレディー。え、なになに、ゴー。いよいよ4年に一度世界の運命を決めるガンダムファイト決勝大会。あんた、アリアンだったの。今回は味方ってことか。ナッサル様のご命令でしたので、私はそれに従うまでです。最終バトルロイヤルの後となりました。ですが我らを待ち受けるリング、ランタオ島は何やら怪しげな容器を漂わせています。何事もなければいいんだけど。果たしてこの戦いに勝ち抜き、最強ファイターガンダム・ザ・ガンダムの栄冠を手にするのは一体誰でしょうか。それでは、ファンの捕獲をこれより破壊する。ヒーロ君、あの、もしかしてガンダムファイター？止めろんだ。 L1 コロニーのファイターとして小隊長、お前を殺す。ガンダムファイト国際条約第2条、相手のコックピットを攻撃しては毎日上不足、治安中の乱出による。そういえばヒーロー君、前回はガンダムエピオンに乗ってたよね。ゼクス・トクサさんとの戦いの後、互いに譲り合う形で乗り換えたんだよ。俺とゼクスは互いに機械に翻弄された。好き勝手に未来を支えた。あの時システムエピオンは何て言ってたの？俺が選んだ道にゼクスは障害だとエピオンが言っていた。俺もそれは間違いだと思っていない。この程度。いや、ヒーロー君、ガンダムエピオンをどうしてゼクス特殊に譲ったの？あれはトレースが作ったものだ。俺にはヤツの考えも理解でき。ああ、確かにカッカメラ親友の特殊さんを託しただろうね。え、ちょっと私だけ置いてけ。ゼロシステムの負荷は大丈夫なのかしら。俺が認めているのはゼロの力だけだ。その意味言葉は信用していない。そうか、ヒーロ君がゼロシステムに読み込まれないのはそういうことなんだ。誰よりも戦い抜いてみせる。地球上の誰よりもだ。サンクキングダムのリリーナよりも。リリーナ・ピースクラフト代表、王国を解体した後どうなったの？彼女は最後までアスターコロニーの歴史に関わることになるよ。重大な場面よ。リリーナ、俺にはこの生き方しかできない。彼とはまた会うと思うよ。とりあえずカッカさんの話とかもその時にね。ガンダムファイトくらいさっぱりしててくれると理解も楽なんだけど。そう考えると結構いいシステムだよね、ガンダムファイトは。捕らえる！うわぁ！これでもか！
オルガ、ここが俺たちの場所なの。三日月くん、私がわかる。ユノアスタルトよ。ガンダムファイターでしょ。地球連邦コロニー。何それ、私たちってそうなの。いや、でも何度も一緒に戦った仲間じゃない。今の俺は火星鉄火団代表のガンダムファイターってやつらしいから、その威信と名誉だっけ、それは守んないといけないって。何度も同じ鉄火団として戦ったのに、私ショックよ。いや、このミッションは違うから。三日月くんもそのつもりだからね。うん、邪念感じは全部潰す。先のことはこの島を出てからでいいよ。ここにいたんじゃ俺たちも言うのも何もできない。気づかわれてるようで普通に。俺は仲間と一緒にいたい。そのためにはもっと強くならなきゃいけない。大人の都合なんか関係なく。三日月くん、今よ、さすが小隊長、すごいな。私たちにだって強くなきゃいけない理由があるってことよ、三日月くん。筋を通すってことか。オルガがよく言ってるやつだ。そう、俺はそのために俺ができることをするよ。小隊長さん、私たちにできるのはバルバドスの損傷隊。小隊長さん、もう少しだよ。まだだ、バルバドス。ここは俺たちの場所じゃない。だからまだだ、まだ止まれない。三日月くん、絶対に正しい歴史に返してみせる。小隊長、お願い。オルガが止まらない限り俺も止まらない。これまでもこれからも。鉄火団代表のファイターブレイクアウト成功だね。本当に彼は家族である鉄火団とオルガ団長のために戦ってるのね。でも次に会う時があるとしたら、団長さんは多分ね。さくら、ガーベラストレートとタイガーピアス、この二刀流なら。俺はロー、ジャンク屋だ。よろしくね。ボーギュール君のガンダムアースレイ、スミックイラの歴史から。ジャンク屋さん、ガンダムファイターじゃなくて。修理パーツが必要なら特価で売ってやろうぜ。こんなところで商売されても。そうか、ガンダムファイター国際条約第3条。え、破壊されたのが頭部以外であれば何度でも修復し。ああ、こっちはジャンク屋の袋だ。一味違う戦い方っての見せてやる。全部盛りのレッドフレーム回だ。こいつは最高のマシンだぜ。コスミックイラの歴史って彼はどこの陣営？中立の業界団体ジャンク屋ギルドだね。アストレイ自体はオーブ連合主張国のガンダム、自国の防衛用モビルスーツとして資源決めさせてもらいます。怖いな。キラ君の戦争に巻き込まれた中立コロニー。まさにその戦いの後崩壊したヘリオポリスの一番乗りしたじゃない。動きが違う、コーディネーターさんか。小隊長は違うけど、彼コーディネーターの軌道を知ってるの。ブルーダムガンダムで復帰する前にキラヤマト君だけど、瀕死になった彼を助け出したのかな。ロー君だけどね。すごい重要人物じゃない、このチャンク屋さん。重大な場面に必ず居合わせちゃうというか。やるな、さすが戦場のプロだぜ。私たちだって王道を言ってるわけじゃない、イレギュラーなのよ。無駄るとこじゃないし、戦ってるのは小隊長さんだけどね。そんな戦い方に付き合わされてマシンが泣いてるぜ。さらにイレ姉さんはパイロットの呼吸感が無駄よ。ちゃんとナビゲーションの仕事もしてるから。そうよね、小隊長ね。ガンダムストレート、ジョージャンプルが変える。その程度上げる、一生黙れ。
出たわけじゃねえ。俺は宇宙一、悪運が強いんだからな。本当にこの人ジャンク屋さんなの？あの粘り強さ。悪いが、俺に諦めの言葉はねえ。これがコズミック以来の影響を及ぼすガンダムに選ばれた男の底力。 99% は 100% じゃない。まだだ。修理費いくらになると思ってんだ、こんちくしょう。ブレイクアウト成功。なんだか申し訳ないわね。まあガンダムファイトは非常なものだから非常識の間違いだと思うんだけど。よし、ルートが開けた。奥の後ろに大きなブレイク反応。今度こそホットガンダムだといいんだけど。崖を登って進みましょう、小隊長。そもそもあのお城自体は怪しいけど。やあやあ、遠からん者は音にも聞け。我こそは武者ガンダムなり。ネオジャパンのガンダムファイター？ガンダムファイターどころかガンダム自身だよ。どうやるの？ AI 制御の無人機ってこと？問答は無用。第4条にのっとり降りかかる火の粉は払うまででござる。ガンダムファイター国際条約第4条。ガンダムファイターは己のガンダムを守り抜かなくては。あ、そうか、ガンダム本人だから自分を守らなきゃいけないんだ。あなたの相手はこの星で。武士が参戦してきちゃった。ようにござる。ではご同輩、この島は一体まるで魔界にでも引きずり込まれた感じでござる。この人というかガンダムさんはどこから？時は戦国、花も嵐も吹き荒れる乱世。ガンダム軍団と闇軍団の果てしない戦いが続く時代だね。さよう。ここはいずこでござる？ここは未来世紀、地球のランタオ島でござります。これで終わりの北原ではござらんのか。アバオは空城に急がねばならぬというのに。ここまで何一つ。こんな時ナイト坊や大筒の大将がいてくれれば。ナイトガンダムとコマンドガンダムのことだね。あらゆる生物の生命力を狙う宇宙大魔王と戦って世界を守ったヒーローたち。もう頭が痛い。ヒーローとは何でか。ヒーローっていうのは勝利を手にした者だけに許される呼び名で。正体の大将強いでも極悪非道のザク三兄弟にも引けを取らん。だがこれ以上の邪魔立てをするならその頭スイカのように割ってくれよう。スイカ割り？はあ、スイカ割り。正隊長を何だと思ってるの？えい、言い訳は聞かんぞ。正義の鉄槌受けてみよう。シエスト、テンション上がってる。割られる前に撃ち取って。小隊長、家電のなぎらさ、そして愛刀ぬくまるをもってしてもここまでとは。武器なしのガンダムもいるガンダムファイトだからね。ならば家電の力鉢巻きでアイアしばらく。武器がなかったとしても戦えるってこと？サイコガンダムくらいの大きさの宇宙大魔王を素手でひっくり返す程度にはパワーが出るよ。おのおの方、おどき召されよ。どすこい。家電のなぎなたとか決めさせてもらいます。なんのこれ式出てきた。武者ガンダム打ち取ったり。さよう。武士は散り際が肝心、面目ござらん。すべてのブレイク現象の修復を確認。いやー、ホンダガンダムファイト決勝大会だったね。こんな狭い島でやるには密度が濃すぎよ。広い火星とかでやればいいのに。そ
それはダメだよ、ヒノネさん。ガンダムファイト国際条約を第7条。ああ、そうか。地球がリングだ。あんたならやってくれると思ってたぜ。終了。小隊長、強かった。小隊長、これなら連邦軍をクビになってもいつでもガンダムファイターとして働けそうだね。宇宙世紀にそんな職業ないから。お、やる気だね、小隊長さん。空手でも習う？それとも相撲？小隊長、空手マスター相撲パワー。小隊長にモチベーションがあるのはいいとして、今回のブレイクミッションでの収穫は？データを調べると、あそこには最大で5つの歴史のガンダムがいたんだけど、それをリムーブしたことでディレクトリの負荷が軽くなって、他のブレイク現象が検索できるようになったんだよ。それは朗報じゃない。トモンカッシュ、マスターアジア、このディレクトリ内に確認できないと思ったら早速強報が。それってクルセ防衛戦の時と同じよね。あの時はオルガ団長、三日月くん、秋広くん、鉄火団やギャラルホルンの面々があちこちの歴史にブレイクしてたけど、今回は複数のガンダムの大容量データのせいでオーバーフローが起こりかけたみたい。それを回避するため、管理システムがガンダムファイターたちを別階層に転送した。それがゴッドガンダムとマスターガンダムってことね。もし意図的にブレイク現象が起こされているなら、ディレクトリ間のデータ移動も仕組まれたの？そうだとしても影響力のある機体を作ることに関係があるとは思えないけど。イノ姉さん、修正可能なブレイクミッションが3つ検索に引っかかったんだけど、説明しても OK？ あ、ごめんごめん。いいわ、聞かせて、さくら。最終バトルロイヤルを勝ち抜いてお疲れみたいだね。じゃあ空気を変えるためにもブリーフィングルームで説明しようかな。以上3つが見つかったブレイクミッションだよ。また宇宙世紀が2つ、コズミックイラの歴史が1つだね。1つ目は私たちの時代、宇宙世紀 0083、 ジオン残党軍デラーズフリートによる星のクズ作戦によるコロニー落とし。コロニーの落下は止められない。そんな中で私たちができることを考えないとね。次は同じく宇宙世紀、13年後の0096、 地球のトリントン基地でネオジオンの残党軍と戦うミッション。13年前、ガンダムが奪われた因縁の土地、モビルアーマーがいるって話だけど。史実ではね。ブレイクミッションはどうなってるか不明。最後はコズミックエラの時代、前回の夜勤ルーエ攻防戦から2年後の地球、ドイツのベルリン、巨大モビルアーマーに攻撃されてるって話だから、準備は怠らないでね、小隊長。よし、じゃあブリッジに戻ってハル君にミッションデータを送ろう。ヌヌ姉さん、ハル先輩にインストールする？いえ、私はプログラムをサボらせてもらうわ。私にプログラムをさせることが管理システムの目的なら、情報はできるだけ隠すべきよね。サボタージュ了解。それじゃあ私がインストール、レディーセット。待って、さくら、パスコードなんだ？さ
残念、待ったのだ。ブレイクミッション登録完了。ブレイクミッション登録完了。コンフューズドミッションも忘れるな、小隊長。自動修復まで時間制限あり。ディビジョンリミット、ディビジョンリミット。断片データを収集しつつブレイク修正もしていかないといけないのね。ちょっと忙しいけど、これからのためにも戦力増強は不可欠。小隊長さん、よく考えてね。Thank you.